こんにちは。今日は、じゃがいもの芽が随分伸びてきましたので、芽かきと土寄せをやります。できるだけ芽かきの、手間を省けるように、じゃがいもを植えてるつもりなんですけど、それでもやっぱりたくさん芽が出てきますので、うちの場合は、じゃがいもは2本立てにしてますので、3本以上生えてきた芽は全部かき取ってしまいます。それではじゃがいもの芽かきをやっていきます。この畝は、ラッキョウを植えてあります。ラッキョウもあと 1,2 ヶ月ぐらいで収穫になりますけど、今はもう草ぼうぼうで覆われています。こんな感じです。このツンツンした葉っぱがラッキョウです。畑のあちこちが草ぼうぼうで、えらいことになる。